積むことができるので、うん、一気にライセンス取得にぐっと近づくので、ね、ここ非常に大事な一戦です、ね。おお、攻めが、いやー、鬼決めがかなりいいですね。ね、もうしっかりシンプル、本当にシンプル。シンプルイズベストな、ね、力強い、うん、ただただ力強い、うん、この場面これが強いよねっていうのを忠実に的確にやってる、ね、あ、うまい。で、要所でね、しっかりこう相手のやりたい行動とかっていうところも、うん、読みもしっかり混ぜつつ、そうなんですね、バランスが非常に、まあ、いい、この中継とかもかなりいいですね。ずっとこう大きな技振ってたけど、うん、最後これで締めるとこは締める、うん、余計なリスクを背負ってないっていうのはね、うん、うまいっすね。いい、いいっすね。もう、関係ねえぞと相手は関係ないみたいな、ああいうのはいいっすね。止めて、止める、こういうとこはね、しっかり、うん、で、入れ替えて、あ、当たってる。これ当たっちゃう。これ結構さ、今のポイントってシフトポイントとかでもあるからさ、そう、結構シフト取ろうとして、うん、ニュートラルにして、あ、そうね、反応遅れたりするとあえて生ぐらいしちゃうんだね。そうなんですよね、ちょっと難しいから、ね、うん、ダイパンとかに釣られないようにしようとか思っちゃうと、そうそうそう、ギリギリまで引きつけちゃうとね、そう、サーマーに食らっちゃうんだね、うん。さあ、ベガのブリリバは裏に判定があるので、あえてね、裏に行かれても、ね、当たる、結構安全。さあ、トリガー発動ですね。さあ、先ほど駒投げをしてましたが、ここはさあ、リーチ、うわー、コッパン、そうですね、暴れに、うん、なるほど。まずは鬼気強いですね。なんか全然そのスト5やり込んでますみたいなイメージが本当にないんだけど、逆にやってないからこそ の、ある洗練された動きになってる。無駄がないもんね。無駄がない、無駄がない。本当に余計自分のできることだけやるっていう感じで、うん、強いな。いや、これだけシンプルにこう的確にやられると、うんうん、相手してる側もね、困りますよね。ね、シンプルすぎて、うん、本当に実際ダイパンブンブンされたりしてもさ、うん、飛ばなきゃいけないなってなっちゃうもんね。それにリスクを負わせようと思うと ね、そしたらやっぱヘルアタとかある、そうそうそう、あるんでしょって。いいとこでね、ダブルニーとかも置いてたりするから、うん、なんか差し返しにちょっと前歩いたりとかしようとしたのにちょうど置いてるんだよ ね。ちゃんとアックスも使い分けてるし、うん、素晴らしい。こういうとこでね、こうやってダブルニーをね、うん、置いてこういう大パンに差し返しづらい、こういうね、うん、結構ここがシナジーが で飛んだら落とすと。そう、うん、シンプルながら強い、強い。しっかり踏み込んでのアックスはね、見てからVリバーきついんですよ、うん、あそこまで踏み込まれると。アックス先端だったらその到達が遅くなるから、うん、見てから V シフトか、シフトいけるんですけど、うん、踏み込まれるとね、早いところで V シフト当てなきゃいけないからめちゃくちゃ難しいんですよね。いやー、この時間の使われ方しんどい。これもちょっとトリガーで逆転もね、ちょっとしんどい時間ではあります。しかもベガ側のトリガーが溜まって、うん、あ、ここであと1回、あー、素晴らしい、これボンボン、これなんだよね。これなんでこんな当たりがするの減るんだよね。さあ、アックスに噛み合って、うん、これが、いや、ただそうですね、上村選手側がちょっとまだペースを、うん、ね、ちょっと、うん、作れてない。ここで置かれるのしんどい。ダメージが半端ない。なんでそこにダイパン置いてんのっていう。ああ、上から許さない。で、ここはもう抜けない。見ている。どう攻めればいいものかって。ああ、すごいなこれ。なんだそれ。ちょっと調子に乗った置き攻めが出たけど、うん、結局は鬼気の勝ちと。きつすぎたね、この展開は。きついね、この展開は。
何も噛み合わないし、向こうの技は一生噛み合うし、飛びも通んないしね。